タイガー・ジェット・シンは、インド・パンジャーブ州、ルディアーナー出身で、カナダ在住のプロレスラー、実業家。スペリングの通り、より原音に近いリングネームの表記はタイガー・ジート・シン。ジートは、パンジャーブ語で、勝利の意味、シック・京都。タイガー・ジェット・シンのニックネームは、インドの猛虎、クルエルトラ。息子のタイガー・アリシンもプロレスラーであり、w WE のリングでも活動した。 フェンシングのサーベルを振りかざす姿で一世を風靡した悪役レスラー。しかし、ここぞという場面では正統派レスリングを見せ、アントニオイノキラトップクラスのレスラーにも勝利している。言動には独自の哲学を徹底して貫いており、多くの関係者から一目置かれる存在となっている。日本国外や地元ドロントでは、ベビーフェイスとして活躍を続ける一方、 プロレス以外の様々な事業を経営している。プロレス業界のみならず、財界政界ともつながりがあり、北米インド人社会では最も著名な人物の一人である。1964年にシンガポールでデビューし、その後カナダに渡ったという説があるが定かではない。ジャイアントババのアメリカ修行時代の師匠で知られたフレッド・アトキンスに正統派レスリングを、 徹底的に叩き込まれ、1965年にトロントでデビュー。翌1966年には、師匠のアトキンスとのタッグで、同地区のインターナショナルタッグ王座を奪取する。日本では全く無名の存在であったが、1967年6月に、ジョニー・バレンタインを破って、トロント地区の US ヘビー級王座を獲得すると、当時のトロント地区で完全にメインイベンターの地位を、 確立。同年には NWA 世界王者ジン・キニスキーに一度、WWF 世界王者、ブルーノ・サン・マルチの22度挑戦している。ベビーフェイスに転向すると、さらに人気は増し、1971年2月に行われたザ・シークとの一騎打ちでは1万8000人を超える、監修を集め、当時の年収は約8万ドルにも達していたという。 初来日直前はオーストラリアを主戦場とし、スティーブ・リッカードラとツアーを同行する。この出会いがきっかけで、後に、シンは日本で大成功を収める。1973年5月新日本プロレスに、初来日し、アントニオ・イノキらと因縁の高層劇を繰り広げ一躍外国人レスラーのトップとなる。1974年より、 NWF 世界ヘビー級王座に幾度も挑戦し、一時は王者チョキを破り新チャンピオンとなる。また、NWF 構想と並行し、新設アジアヘビー級選手権を及び、ドータック選手権などのローカルタイトルも次々と獲得する。特に1977年2月より結成された上田馬之助との極悪コンビの暴れっぷりは凄まじく。 また両者は同じ役役同士馬があったことよりご講師に渡り障害の友となる。1979年にはファン投票1位でプロレス夢のオールスター戦に選ばれメインイベントに登場する。後にスタン・ハンセン、ハルク・ホーガンといった外国人レスラーが頭角を表す一方で真の人気が徐々に下降するのに伴いチョキとの構想は NWF からウへとシフト。 1981年には、犬猿の中とされる、アブドーラザ・ブッチャーの参戦が決定し、これを機に、同年4月第4回 MSG シリーズの参加を、最後に新日本プロレスを去る。真に言わせると、なぜ今更ブッチャーが必要なのか、俺は新日本プロレスのオフィスが信用できなくなったから、去ったとのことである。 アブドーラザ・ブッチャーを新日本プロレスへ引き抜かれた格好となった全日本プロレスと全日本プロレス中継の放映局であった日本テレビは直ちに報復工作としてシンとスタン・ハンセムの引き抜き工作を開始しジャイアント・ババと全日本プロレス中継のプロデューサーであった原明がシンを引く,にくべくトロントへ向かった1981年7月3日の全日本プロレス 81サマーアクションシリーズにマネージャーのボビー・ヒーナンと共に乱入し、翌7月4日から全日本に正式参戦。再び上田とのタッグでジャイアント・ババアンド・ジャンボ・鶴匠からインタータッグ王座を獲得。1980年代前半はザ・シークやテリー・ファンクラ外国人選手との対戦で真の持ち味が発揮されることがあったが、 ほぼ同時期に新日本プロレスから移籍したスタン・ハンセンらの影に隠れ、全日本プロレスでは制裁を欠く存在であった。輪島大使の国内デビュー戦の相手に抜擢されたり、全日本プロレスに U ターンしたアブドーラ・ラザ・ブッチャーとの凶悪タッグを結成するものの、人気低下に歯止めがかからず、一時的な話題を提供するだけに止まった。 特に1980年代後半は以前と比べると流血試合が大幅に減った上に体重が増加し、真の売りであるスピーディーな暴れっぷりは徐々に衰えていった。1990年9月に行われたアントニオ猪木デビュー30周年記念イベントにおいて永遠のライバルチョキと人よ限りの特別タッグを組み、興行に花を添えた。これを機に新日本プロレスへ復帰を果たすも、 体力的な衰えは隠せず、対等してきた闘魂三十士との試合も噛み合わず、自前でメインイベンターからは遠のいていった。また、アントニオ猪木デビュー30周年に合わせ、グレーテスト18クラブなる新木団体検診タイトルが設けられ、シンは解説当初からメンバーだったものの後に、除名されたり初期とのシングルマッチの権利を奪われたりと、不遇が重なった。 ただ自然日本プロレス時代に比べて、真の暴れっぷりはむしろ復活していた。真より一から二世代若い長収力、ブラックキャット等のレスラーを次々土地祭りに挙げたり、場外では、長谷博が所有する自動車をバットで滅ったうちに始祖の因縁から長谷と岩流等決戦を行うなど、自らの健在ぶりをアピールした。1992年に FMW に参戦。 ストリートファイトマッチをはじめ、過激なデスマッチ路線を邁進していた、この団体においてシンは、水を得た魚のごとく、蘇り大活躍をした。FMW のリングでは、大仁田と電流爆破デスマッチ、関ヶ原でのノーピープル電流爆破デスマッチ、等多数の名勝負を繰り広げ、息子のアリシンと組んで、タックリーグ戦に参加した。また、シンを FMW に呼び寄せた、 ともされた、ザ・シークともコンビを結成したが、後に、仲間割れした。その後ナウに参戦し、上田馬之助とのタッグを復活させたが後に、仲間割れし、一転して、構想状態に。さらに参戦した、わジャパンでは、ベビーフェイスになって、ミスター・ポゴと構想するなど、インディー団体を中心に転戦し続けた。近年の来日ではハッスルで、小川直也と戦い。 破れはした者の,の小川を流血させた。その後 HG、クロマティ、アケボノ、ボブサップなどと戦い、彼らを地祭りに上げた。歓暦を遥かに過ぎたとは思えぬスピードとスタミナ、自分の子供のような世代のレスラーたちを狂乱ファイトで、痛め続け、京都ら健在ぶりをアピールしている。2009年7月26日には、ハッスル、両国国技館大会において、 アブドーラザ・ブッチャーと1989年以来20年ぶりのタックを結成するも、お約束の同志打ちにより、シンがフォール負け。同大会の因縁勃発を受け、同月30日には19年ぶりに、ブッチャーとの一気打ちを展開。試合のほぼすべてが場外戦の末、無効試合となった。2011年8月27日、東日本大震災復興イベント、ノゲノム。 スーパースターズフェスティバル2011に登場。恒例の初期劇場において、ブッチャーと共にアントニオ猪木を襲撃した。2011年12月27日、元気ですか大晦日。2011では、相棒だった上田馬之助の家を持って、リングに上がり、個人を称えた。発来日から2008年までの来歴を表示します。括弧内は、 来日回数過去の主要な対戦記録を表示します。うは認定世界ヘビー級選手権アジアタック選手権アジアヘビー級選手権 NWA 認定北米タック選手権 NWF 認定北米ヘビー級選手権 NWF 認定ヘビー級選手権グレーテスト18クラブ認定選手権ありがとうございます。